大橋龍馬、星座は、大牛座です。よろしくお願いします。僕の秘密は、何でも使ったものとか全部保管しちゃうことです。今の季節ずっと食べてないので石焼き芋が一番食べたいです。ミスター・チルドレンさんの花火っていう曲が一番大好きな曲です。今、洋服についてジェフリー君とかになんかいろいろ言われるんで、それについて注目して頑張っていってます。ジェフリーめちゃくちゃおしゃれです、はい、この間お母さんと一緒にカッパっていう洋服を買いに行ったことです。アロハ君のダンスの時の笑顔がめっちゃすごくいいです。ジェフリー君の その貸してもらった服に間違えて汗を拭いてしまったことです。すいませんでした。すいません一番好きな食べ物がチップス系なんですけれども、それを食べ続けたらずっと食べてしまうことです。一番心に残った言葉はありがとうです。やっぱありがとうって言葉は聞いても言っても気持ちいい言葉なんで、これからも言い続けていきたいと思います。2019年の目標は自分のパフォーマンスもどんどん上げていって、周りの人のことも自分のこともたくさん知ってもらって、どんどん、自分のパフォーマンスももっと上げていきたいなと思います。ありがとうございました。